こんにちは、上原です。今日は空玉の組み立て方を紹介いたします。これが空玉です。ちょっと外してみます。フィルターに透明球がついています。空玉を取り付けるにはステップアップリングを使います。まずレンズにステップアップリングを取り付けて、次に空玉エクステンションチューブを取り付けます。そして空玉を取り付けて完成です。玉にピントを合わせるためには接写が必要です。そのためにはマクロレンズを使ったり接写リングを使います。すると透明球を大きく写すことができます。マクロレンズを使う場合は空玉をそのままつけてください。接写リングをレンズとボディの間に入れることにより接写ができるようになります。そしてレンズと空玉を取り付けます。玉を大きく写せれば OK です。こんな写真が撮れます。詳しくは空玉協会のウェブサイトをご覧ください。